大大大丈夫大丈丈夫夫夫ですかしおちゃんはい皆さんちょっとあの何がき起きてんのと思うかもしれないんですけど朝起きたら首が動かないとまあ多分ね寝違え じゃないかなと思うんですけどでも普通のなんか軽い寝違いだったらすぐ何時間か経てば治るんですけど、はい、マジもうちょっとでも動かとピキーンってくるんでしょ来ますやばいんですよなんか顔がもう傾いちゃってるっていうかょうちゃんちょっと起き上がることはできますか大丈夫ごめんねちょっとだけ <laughs> 大丈夫 <laughs> 大丈夫また痛いのは、ね、そうだよね 首がね、ど、右、ん、左に傾いてんのかな。そうですね。ね。左だと。で、右に少しでも傾くと、うん。痛みがくるんですよ。うん、マジで。大丈夫。ちょっとちゃんと座っていいよ。うん、こんな感じで。ああ、これ大丈夫。もう、この、この形。<laughs> から動、動けないんでしょちょっとでもこう、まっすぐしようとすると痛いんでしょそう,う大丈夫かね。最悪なんだけど。で、しかも今日はですね、もう、何ヶ月も前から予約しておいた美容院の日だったんです。もうその、楽しみにしてたんだよね、翔ちゃんね。おおリモコンが落ちました。すいません。本当に、本当に今日すごく楽しみし、ね、すごい楽しみにしてたんだよね。はい。 なので、ちょっと、翔ちゃん、ちょっともう、あと1時間もしないうちに出なきゃいけないので、もう無理かなと。あって、こんなさ、うん、こんなやられて髪切れない、ね、切れないよ。さすがにまっすぐ、だったらまだすくいようがあったよね。ただまっすぐぼーっとしてれば切れるから。うんうん、でも曲がってる状態ではさすがに美容院は無理だから、 マジかー。もう大悪だね。どうしよう、せっかくね。本当。次いつ切れるかちょっと聞いてくるけど。聞いてきて一人だから。そうね。本当はね、そうなの。前髪矯正とかかけたかったし。うんうんうん。なんか今回はもうね癖がちょっと出てきちゃってるから、全体的にまた矯正をかけてまっすぐにしてさらに髪も切るっていう。う全,体全体に矯正にかけた後。うんうんうん。 行た,かったのうんあっごめんなさいもう寝てくださいあの一番楽な体勢に一番いいのはあー大丈夫あの安静がやっぱ一番らしいんですよね首が痛い時寝違えまあ寝違えっていうのかなまあ簡単に言っちゃうとはいねーママもぎっ,っくり腰やったことあるけど 本当に痛いよね。ちょっとでもなんか振ってやると、ツケってもう体中にさ、ね、<laughs> なんかピキーンってさ、痛みが走るっていうの。<な>これこそ痛みが走るっていう感じでしょ痛むとさそう。腕とかもで痛みが走る。そうそう。なんか全身にピキーンみ,、ね、みたいな、来るよね。わ、ね、かる。辛いよね。なんかさ、一箇所痛いだけなのにさ、んこんなに動けないんだってなんか、思うよね。<然> <laughs> 本当。と。首しか痛くないんですねえ、でもとりあえず安静にしてるしか他ないので。なんか本当に動くと、動くだけで首痛くなるから。うん、そうだよね。首が痛くなると全身痛くなるから。うん、もう全く動けない。で、今日土曜日なんで、あの、土日で良くなればいいんですけど、<laughs> なんかネット見ると軽い、なんかそういうやつでも、3日から5日って書いてあって、 どうなるか。学校行けないかなっていう。も,うもしあまりにも痛みがひどかったら、受診病院で受診してくださいって書いてあったんで。まあ受診しても多分なんか固定してもらって多分痛み止めを飲むぐらいだと思うんだけど、うんうん、もし月曜日になってももうどうしようもないぐらい痛みが治らないようだったら、ちょっと病院も視野に入れて学校行けなくなっちゃうからね。もうあともう、 5年生またちょっとなのに、<laughs> ここへ来て。ね待って、月曜日はマジで行かないといけないの。なんでありがとう会のね。ああ<ー>本番が。そっか。あと私、間い委員だから、うん。あの、ありがとう週間の司会とかやるわけよ。マジ ?5 年生で。うん。司会とかやるわけよ。あと、イルカのお面作んないといけないわけ。うん。だから、行かないといけないわけよ。なるほど。行かないけない いや、行かなきゃいけないで、それで行けないでしょ行く。<laughs> <laughs> それでやるのランドセル手に持っていく。ちょっと肩は無理、そう。でも、演技できんのる首傾いたままうん。でも、何らかの振動でピンってくるよ。痛っ、うん、とかなっちゃうかもしれないよ。あー、なるかもね。でしょあ今も痛いの <laughs> ?1 ららららら、2、そう、ちょっと。 怖ですね。まあとりあえずちょっと安静にということなんで寝ていただきます。はいはい。はい、最悪ですね。本当。う <laughs> ん今日髪切りたかった。マジか。本当月曜日行かないといけないの私。やることがいっぱいなの月曜日は超大変なの。そうなの？うん、じゃあなんでこのタイミングだったんだろうね。なそう。 ねしかも友チョコもね私みんなと交換する予定だったのに、ね、月曜日まだ、あ、買ってないんだけどで今週買って渡す予定だったよねまあでもわかんないとりあえず今日一日本当ずっと安静にして皆なさいで明日どれぐらい良よくなってるか、うん、私月曜日からさ、うん、部屋片付け習慣をやろうと思ってそうだよね言ってたもんね<ー>、うん、全てが りりますね全ての予定が予定がひっくり返るよよ、ね <laughs> まあ、しょうがないよ <laughs> でもこればかりはだからあまりフードのかぶった帽子は良くないかもしれない寝る時ママもねすごいゴツゴツのフードついてる帽子のまま寝ちゃった時があってなんかねと途中ねなんか頭が痛くて起きたのなんかフードがここにこう首になんかグイってな,んかなってたっぽくてなんか血が圧迫されてんのかなんか急に頭痛くて起きて怖っと思って。 それ以来ねフードのかぶったついたもので寝ないことにしたのそうなんだしーちゃん結構いつもフードついてるので寝てんじゃん、うん、だから知らず知らずでさフードが邪魔になって首が変なになってるのも考えられるよね考えられるだからもうフードはやめた方がいいかもててああ<ー>、最低でもなんかさ、うん、あれだよね私いつもフードかぶって寝てたのてあそっかそっかそっかだから別にそんなうんかぶって寝ちゃうよねうダンスはなかったのううんん それなのに朝起きたらフードが下がってたわけ、うん、ああそっか途中でと取れちゃったのかもね取れてフードなんか降りてて起きようとすんじゃん、うん、ちょっぴきってきて待っ<ー>て待ってもそっからずっとなんか,そうかえみたいなね本当にはちょっと動くだけ出てくて、うん、起き上がるだけで痛くて、うん、え今日やばくないみたいなと <laughs> いと そうそう超びっくりしてるん動かなくてねそっかなんかね起き落としもね起きれないのあるんじゃあもうほんと寝ててください今日は皆さんこれからどうなるか分かんないですけどまあ明日も多分安静かな首が良くなってればチョコレートとか買いに行けるかもしんないけどもしまだ全然ないようならまた寝てるしかない 月曜日がちょっと困るね。もし痛かったら学校どうしよう。重要な日、6年生。あ月曜日超重要な日なのに。<laughs> えでもね。はい。大丈夫月い、ね。寝てる状態でもそんなにさ、ピキピキ痛くなるんだよ。こん,んなんじゃ学校行けないね。もしよくなってなかったら。あのさ、月曜日にさ、うん、あの、もうビデオ撮るのね。うん、で火曜日から本番。 本番のね週間、うん、で司会とかやるわけよ、うん、私だからこの月火、水木は休めない,うーんいや火曜日だけか休めないの本番は火曜日なの最悪いや月曜日にビデオを撮ってあ月曜日にもう撮るんだで火水木で、うん、その週間で流すの<ー>でその週間の司会とかを私たちがいるからうん、うん まあ司会っつってもまあこれから流しますってそうそうあ始めますって感じだんだけど、うん、それもやるのね私が私たちが、うん、5年生が、うん、あでも集会だけだよ集会医の5年生だけがやる,けどやるから休めないわけよ、うん、<laughs> あもう早く治さなきゃそれかもう固定して最悪見た目最悪だけど病院行ったら固定されるかもしれないねこういう感じで。ここ ぐってなんかね、ママもぎっくり腰のときそうだったけど、なんかぎゅって固定されると痛みが和らぐんだよね。そう。そう。そうん。安、うん、そうそう。だってネットにも書いてあってあまりにも首が痛いときは、マフラーなどを巻いて、顎を大きい、こう固定できるところを作ると、いいって書いてあった。マフラー巻いてみたら。<laughs> マフラーない。ないか。あるよ、どっかに。ない。まあいいや、とりあえず。 見た目最悪だけど固定してもらっていいんでしょまあとりあえずあのー、寝ててください今日ははい、はい、せっかく髪を切る予定だったのにはいじゃあじゃあ治ることを祈っております いいなぁ美容院かママだってしーちゃんたちのさ付き添いで行く予定だったんだけどいいなぁママちょっと怖いんだけどいいだってねいいあの個人経営の,あのお店を予約して貸し切りなんだよ、うん、だからキャンセルできないもうだってうちら家族が全員行かなかったらその日の売り上げがゼロになっちゃうけその家族の方たちは、うん、うちらのために一日空けてくれてるんだよ多分午後あ午後ねずっと だからせめて、しーちゃんダメでも、リミとママとパパが行けば、なんとかなるでしょみんな、じゃあオイル買ってきて。<laughs> ね、今度自分が行った時だからね、それはもう知りません。オイルないね。<laughs> とりあえず、ほんと安静にしててくださいね。ね <laughs> いいはい、じゃあね。あねはい、じゃあね。バイバーイ。う,うるさいもん。<laughs>